京放送 NHK NHK 放送センターの中に中国中央電子台 CCTV 韓国放送公社 KBS の日本支局が同居しています。皆さんね、公共放送同士でね、お互いにニュースを交換する、あるいは情報交換をする、これはよろしいかと思います。がしかし、中国共産党は日本の敵国なのです。大韓民国はご覧のようにこのありさまです。中国共産党は尖閣諸島、沖縄までもが彼らの領土、領海だと主張し、それを軍事占領するがための軍隊を組織し、軍事占領する訓練をしているのです。このような国の公共放送が日本の公共放送に同居していてよろしいでしょうか。さらには大韓民国ムン・ジェイン大統領は日本をはっきりと敵国としているのです。またその前に竹島を軍事占領し今日に至っています。このような国々の公共放送が私たち日本の公共放送 NHK 放送センターの中に同居していてよろしいのでしょうか。そして今日の公共放送 NHK の放送を見ますと、中国共産党や大韓民国の意向に沿った、あるいは中国共産党や大韓民国に忖度した報道をしていないでしょうか。これではなりません。公共放送 NHK の問題が大きく取り上げられるようにもなりました。しかし残念ながらマスコミ各社は、こんにちは、マスコミ各社はさすがに公共放送 NHK の問題点を取り上げようとはしません。私はかねてからここで申し上げているように、この段になっては公共放送 NHK を分割民営化するほかないのではないかと思います。皆さんはいかがお感じになっておりますでしょうか。